今回は忍たまに性癖憂が勝れた人いる？に対するみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。昔歪んだのでも、改めて見返して歪んだのでも OK。 ちなみに俺は昔も歪んだし、見返してまた歪んだ。ほんと用が深い神アニメ。なおスレガは公式であったイベント。スレガマジで？もはや公式がわざと青少年の性癖歪ませようとしてるじゃん。これキリマルの尻尾の位置が気になった。いや、なんでもないです、ごめんなさい。どうして3年生が2人しかいないんですか？2年なんかいないぞ。3年は2人なのは一旦いいとして、なんでこのチョイスだったんだろう。いやとかじゃなくて疑問。孫兵は美少年だし、もう1人は声優が強いからか。もちろん他の4人も魅力にあふれてるから抽選とかかもしれない。孫兵は昔からいるし、カズマは保健員で割とよく出てくるからかな。でもサモンとかの方が出てそうだし、それを言うならサブローギの方が。うむ。土井先生は初恋泥棒。上級生やばいとはよく言うが、普通にはハグミが刺さりまくってショタコンを自覚させられた。人気投票の上級生グループでは上位5人のうち3人が4年生。個人的に二次創作が多いと感じたのは6年生。でも菊支部で一番投稿数が多いのは5年生。4年生の声優が豪華すぎる。高木渉、足立忍、石田明、浪川大輔、梶幸、ランキリシンに劣らずやばい。兵庫水軍が何気にやばい。イケメンとイケオジしかいない。伊作先輩の笑顔とか惚れさせに来てる。好きなキャラの好きな場面まとめてみたら、性癖にじみ出てた。吉丸と大木政之助入れてて感動した。ボロボロだったり怪我してたり窮地に立たれてたり泣いてたりするのが好きなんですね。この孫兵の会はやばい。紛れ性癖に来た。でかいカエルの着ぐるみ着た人に思いっきりぐって泣いてるのかわいい。何は露天ねん。好きなキャラレザというか髪型が完全に笹山平が言うの芸名よーってて笑ってしまう。キャパツパッツン好きすぎ。力地さんが好きだったんですよ。純粋に。女装した力地さんを見てからね、私の純粋は汚れてしまいましてね。忍たま女装多いよね。むしろしたことないのは誰だ。アニメ初期頃、滝夜叉丸がナチュラルに嫌な先輩だった頃、お普通に楽しんでた思い出しかなかった時に新劇場版を懐かしさで見たらキャラがどっと増えていてビビったわ。ざっとこんなもんと黄昏時忍軍好き。ざっとさんの攻撃が伊作先輩の腹にもろちっとした時のよだれ。思ってしまった、ごめんなさい。わかる。映画はいろんな伊作先輩が見れてとても良い。乱太郎を逃しながらざっとさんと渡り合う実力、それでも追い詰められて首に刃物を押し当てられてる時の表情とかこう、良いですよね。あの映画ファン向けとして完成度高すぎる。全シーンがそれぞれのファンへの燃料と言っても差し支えない。セリフない子も忍者らしい働きしてたり、頼れる先輩してたり、精一杯任務頑張っててほんと素晴らしいよね。25歳の教職男性に猫耳つけてこのポーズとひょうひょうさせるの行が深すぎる。2年好きとしてはなかなか世知辛い世の中だ。でも初恋泥棒の土井先生がいるから生きていける。火薬委員会をし、それはそれとして、ハンコさんはいつも可愛いですね。あのプミプミ感が俺を狂わせる。方向音痴2人とそれに振り回される男を同じ組にして共に行動を取らせるのは期待の大天才すぎわ。あとなはノアトとかがお互いの手首やらお腹やらに残ってるんだろうなって思うといいよね。興味本位で聞くんだが、負のお姉様方はやっぱ乱太郎と霧丸ばっかで、しんべヱは眼中にない感じなの？だってしんべヱにはおしげちゃんいるもん。キリラン好きだけど、それはそれとして3人でいてほしい。むしろ乱太郎とキリマルもそんなに眼中に花い。キリマルには土井先生って強すぎる相手がいるけど、あれはまた上級生萌えのお姉様方とも違うそうな気が。1年生成長 F でたまにしんべヱの存在ごと抹消されてたから、普通にちゃんと成長を書いてくれてるだけで嬉しかったな。あの時しんべヱをエッチな目で見るのは罪悪感湧く。例えるなら赤ちゃんをそういう目で見るみたいな。
成長は組ジャグほのぼの習いないと困る。協調性のないマイペース集団好きな原点は多分4年生。忍たまで覚えてるキャラいる？って聞いてみるとランキリシンや先生たちの次くらいに上がる滝やシャマル先輩すげえよあんた。吉郎先輩に方言の良さを思い知らされました。しかもあんななまってて任務なら簡単に標準語喋れるとか最強でしょ。しんべヱ花、描くのが難しいんだ。しんべヱはおひげちゃんというユイープのアニメ公式カップルだから描きたくても描けないんだ。孫兵と純子もいるぞ。なんだこのあざといポーズは。一派の団結力が尊すぎるんだ。特に14巻の団蔵を心配してクラス全員でこっそり抜け出して加藤村に1回が好き。唯一のしっかり者な総裁門も、成功毒の海デイスケと一緒にウッキウキでお玉でお鍋叩いたりしてるの見るとやっぱハグミだな。ってなって好きなんだ。画像はおしるこ会のやつ。乱太郎はショタコンのきっかけの一つですね。あと滝やシャマルと孫兵好き。他にも好きなキャラいたはずなんだけど思い出せない。忍たま女子っていつもそうですね。大体原作を読んでないじゃないですか。読んでたし全巻揃ってるぞ。文句あっか。原作者からして腐ってる説あるし、それはない。子供の頃はハチヤとライゾウが双子だと思ってたから、大人になってハチヤが変装してるだけと知って驚いた思い出。同級生が自分の顔ずっとしてるってちょっと怖いな。何年の時から顔借りてるんだろう。顔面偏差値が一番高いのは4年生だと思う。異論は認める。全員顔の方向性が違うのに全員イケメンなのいいよね。少女たちの初恋は土井先生なんだろうけど、少年たちの初恋は誰だ。女キャラで絞るなら若い品先生かともみちゃんかゆきちゃんだと思う。女装きり丸。あ、それか。鬼ショタを好きになったのは多分忍たまのせい。原作の連載終わっちゃったってことはもう転校生と書かない感じ。おしげちゃんとかアニメオリジナルだけど準レギュラーな子もいるからまだ可能性はあるか。転入生が波川大輔、鍵行き、村瀬歩むというとんでもないコンテンツ。似合わない女装好きなのはデンコさんのせいかもしれない。美人とは思わないが見るとなんか安心する。小さい頃に見てただけだから、乱太郎きり丸しんべヱくらいしか知らなくて、ふと高校の時にテレビつけてみたら忍たまやってて懐かしいくらいの感覚で見てみたら医学が出てて、見事に打ち抜かれましたね。マジで推し。同室会での伊作と留三郎と乱太郎のやりとりは家族？ってなるくらい距離近い。というか忍術学園が全体的に家族みたいな距離感なのがいいよね。ほっこりしちゃう。